の話しますね。まず、精神病のことで話したいことがあります。私も精神病を持ってるんですけど、辛いことやそういう病気になっちゃって苦しんでる人たち、そして見てくれてる人たちに届けばいいのかなって思ってます。で、精神病の怖さっていうのがありまして、暴行を加えちゃったりとか、逆に過去に自分がされて、で、今の現在の行動を抑えきれない自分がいたのも確かです、私は。でも、それこそ、そういうことをしちゃいけないんだな、人に危害加えちゃいけないんだなって分かってからはしてませんし、万引きも一切してません。で、自分は辛かったと思ってる、人生23年間。でも、その中でも大切な人だったり、見てくれてる人だったり、いろいろな面で助かってます。辛い、今辛い人たちに届いたらいいなって思います。皆さんも頑張って負けずに元気に過ごしてください。で、何かあったとしてもくじけない、そういう強さをもと、病気じゃない関係なく、私は病気があったとしても、病気がなかったとしても、事故で切断するざるを得ない人だったりとか、いろいろいますけど、自分らしくありのままに生きていってください。私が YouTube 始めたきっかけは、人気になりたかったからもあるんですけど、でも、それだけじゃなくて、こういう辛かったけど、人生最高なんだなって、辛いのが最高なんだなって思える自分に誇りを持ちたいです。あとは、辛くても挫折しても何回も何回も立ち上がれる、そんな強い人たちになってほしいなって思います。あとは、まあ、時間がないので、あとこれぐらいでしますけど、まあ、みんな夏に近づいてきて暑いかもしれないけど、仕事も育児も頑張ってください。で、傷ついてる人たちにこの動画を見てもらえることが一番大事だと思っているので、みんなも頑張ってね。私も頑張る。みんなの笑顔が私の幸せ。世界中のことを祈ってる。みんなも、明日も仕事だと思うけど、頑張ってください。で、絶対に勇気を出して踏み進めば大丈夫。